犬猫の譲渡や講習会、普及啓発活動といった愛護業務や野犬の保護、適正飼育指導などの管理業務を行っています。センターに収容された犬猫が新たな飼い主さんに譲渡されるとき、新しい家族を迎え入れる飼い主さんたちの笑顔を見ると嬉しいです。高校時代に福山に下宿していて、その頃から都市と自然が近く、また多くの文化財のある広島県に魅力を感じていました。食肉衛生検査所で皆さんの食べる鶏肉の検査をしたり、県庁食品生活衛生課で牡蠣やフグといった水産衛生の施策に携わりました。広島県では今なお多くの野良犬野良猫が存在しています。これらは元をたどると人によって捨てられた動物たちですが、その糞尿や鳴き声が苦情につながっています。この人にとっても動物にとっても不幸な状態が少しでも解消され、人と動物との調和のとれた共生社会に近づくよう、引き続き業務に取り組んでいきたいです。